はい、どうもです。今回は泉くんに来てもらいました。よろしくお願いします。こんにちは、泉です。簡単に自己紹介していただいてもいいですか？株式会社テックファンドという動画マーケティングの会社をやらせていただいてるんですけれども、動画編集を軸にマーケティング業務を受注したりとか、 B2C の方で言うと動画編集系のオンラインサロンとかもやらせていただいてます。そんな硬いこと言わなくていいから、だって視聴者はみんな知ってるんだから。動画編集系のオンラインサロンだと一番大きいんじゃないですか？つい先日1000人超えまして、ここに来る前にもちょっとオフ会をさせていただいてから来たんですけれども、いわゆる動画編集系発信者といったら生ハムくんや僕や泉くんみたいな三大巨頭みたいに言われてた時代もありましたね。ちょっと僕が突き抜けちゃったかなって部分あるんですけど。突き抜けすぎですね3年ぐらい前ですかね、動画編集について発信を2人ともし始めてっていうタイミングからずっと。僕がちょうど動画編集始めた時ぐらいに青さんもいて、最初はねフォロワー数一緒ぐらいだったんですけど、なんかもう半年ぐらい経ってからちょっとずつ差がめちゃめちゃ出てきたみたいな。僕の方が後輩的立ち回りがうまいからっていうのもありますけどね。気づけばねもう令和の虎に出てらっしゃったりとかいろいろありましたけど、3年間これ動画編集界隈の動向について語っていこうかなと思いますね、この動画では。僕らがやり始めた頃って月5万稼げてたら英雄みたいな時代がありましたけれども、僕らのおかげもあって動画編集で月5万で余裕で稼げるみたいな世界に変わってきたと。 YouTube 動画編集基軸に月15万とか20万とか、あとディレクターって仕事が生まれて、マーケターって仕事が生まれたりっていろいろ動いてきたと。昨今ですね、やっぱ動画編集者はオワコンなんじゃないかとか飽和してんじゃないかとかいう人もちらほらいるけれども、それについてどう思う？それを言ってる方は多分動画編集に挑戦して辞めていった人なんかなと思っていて、動画編集ってやれば結果が出るっていうところは結構明確にあって、僕がよく言ってるのがまず1年続けて見てほしいっていうところで、1年続けて努力の方向性ミスってなかったら正直月10万いってないわけがない。僕がちょうどそのオンラインサロンやっていて、その中で結果出してる人ってまず続けてるっていうところが前提にあって、努力の方向性ミスってないっていうところがあるので、ここをミスって続けられなかった人だけが言ってるんじゃないかなと思います。なるほどね。本当に1年続けてほしいってオンラインサロン抜けてほしくないから言ってんじゃないのそれはねあるかもしれないですけど1年続けて確かにいけない人はなかなかいないよね。あとなんか動画編集のいいところっていろんな選択肢あるところかなと思っていて、ディレクターになったりマーケターになったりみたいなレイヤーアップもできますし、動画編集を軸に例えばデザインとかライティングでスキルの掛け合わせできたりとか、いろんなその選択肢があるのが一つの強みなんじゃないかなとも思ってますね。実際さ、オワコンオワコンって僕らが始めた頃から言われてたからね。うまくいく人は足りねえって言うし、うまくいかない人はオワコンだっていうだけの構造に過ぎないのかもしれないね。本当にその通りかなっていうところ、結構有名なインフルエンサーとかを含めて動画編集オワコンって言った方が再生数取れるとかもあるじゃないですか。ああそうだね。っていうところもあって結構言ってるところもあるんじゃないかなと。 AI がとか言う人もいるけどさ、んなわけねえじゃんって思うよね。チャット GPT とか出てきたからさ、こう AI がとか最近よく言われるけど、いや動画編集 AI 絶対無理だと思うんだよね。テロップつけるのとかいけるかもしれないけどさ、ふざけんなよって発言もさ、空気感とかによっても違うじゃん。どういうテロップつけるのか、それもめっちゃ怒ってるふざけんなよにするのか、面白い系のふざけんなよにするのかって、表情だったりとか空気感だったりとかノリというか、そこは AI には絶対取って代わられないし、むしろ動画編集ってのは今後いろんな AI が出てきた中で一番取って代わられないと思うんだよ。プログラミングとかライティングとかって情報量がさテキストだから AI にとって代わりやすいと思うんだけど、結局最終的に AI が発達していった先に人間の娯楽だったりとか時間の消費先っていうのは動画になると思うんだよ。テレビだったりとか YouTube だったりとか、それを作るってなってったらエンターテインメントに寄っていくわけじゃん。ってなったら動画編集するのだけは人しかできないっていう風になっていくと思うんだよね。トータル分けると思うんだよね。カットとテロップをひたすらつけるだけのめちゃくちゃゴリゴリの作業者みたいな、フルテロガーってやる仕事は確かになくなると思うんだけど、そっから先の演出テロップ入れたりとか面白くしたり、この同じ素材使っても編集者によって面白さ全然違うんだよね。そこら辺をやっていける人っていうのがより重宝されていくし、そこにより価値がついていくっていう時代になっていくから、動画編集が時代から淘汰されるみたいな 100% ないよね。そうです。むしろメリットかなと思っていて、結構時短につながる部分ができてくるんじゃないかなっていう。我々が楽になる、うん、そうです。どちらかっていうと発注者からすると、結局この動画を作ってくださいにお金払うのに対して、こっちは例えばブリューみたいな感じで時短できる術がいろいろ増えてくるんじゃないかなとは一つ思ってますね。動画編集の未来明るいね。動向としてもやっぱいろんなね広告媒体が動画に移行していくよね。僕も動画編集キャンペーンのマーケいろいろやっていく中で、インスタ広告、要はバナーの広告とかよりもやっぱ動画広告の方が数字いいし、ありとあらゆる情報っていうのはより動画化していくっていうのはこれから加速していくから、それを作る人っていうのは必ず求められるし、より Google だったり Facebook の AI が賢くなっていくからこそ、変なテクニックが通用しなくてシンプルに面白い動画が伸びると。 YouTube も昔はなんかタグ設定だとかタイトルがとかいろいろあったけど、結局面白い動画が伸びるのよ。だからそこら辺に対しては AI が必ず介入できないし、動画編集者の価値がより求められるところになってくるから、動画編集は美味しいんじゃないかなというところで、今回は動画編集界隈のトップ2人でいろいろ動画編集について語らせていただきました。ちょっと最近なんか泉くんがね、発信活動がなかなか若干
とかなんじゃないのって思うんでぜひこの動画を皮切りにもう一回発信復活していただければと思います。はい、頑張ります。はい、そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見てですね、もっと優秀な動画編集になりたいって思う方は概要欄から僕の公式 LINE に登録してみてください。稼げる動画編集と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの読み方、動画編集のソフトの読み方、最初の1円の稼ぎ方、月5万に対する方、月20万に対する方、月50万に対する方、月100万に対する方、無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。ぜひ登録してみてください。そのプレゼントを受け取った後も毎日毎日ね、動画編集に関する有益なメールが届くようになってます。ぜひ皆さん毎日チェックしてください。これを習慣にするだけでもですね、皆さんの人生は大きく好転していくと思うんで、ぜひチェックしてください。プラスですね、1000人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルやってます。動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになってないとか、そういった方に向けてオンラインのサービスで投稿から案件獲得できるようになってるんで、概要欄からチェックしてみてください。あとですね、全国6都市で展開している動画編集キャンプ、土日2日でね、動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールです。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、13時間いただければですね、月曜日から現場レベルの編集者になれるよっていうオフラインのサービスですね。3日坊主でサボっちゃう人とか、短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるリンクから説明会の情報を受け取ってください。説明会に参加するといろんな豪華特典がもらえます。これです、ドドンと。これだけの特典がもらえるんで、ぜひ説明会に参加してみてください。ということで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。コメント欄でぜひアウトプットたくさんください。そんなわけで今回は以上です。ではまた。